本当は今日はイデブ祭りなので、ちゃんと邪気の銃ですね、こういうの用意しての、メモリーカード大容量の会議の三脚を、新しいの会議のやって、まあ、今撮影者のね、勘違いで申し訳ございませんでした、はい、今ボビーに来てます。そしてボビーといえば B さんですね。はい、はい、B さん。そして、ちょっとバイクね、自分の、動画はバイクなんで、これはチカさんのソフトテールじゃなくてダイナ、ダイナですね、はい、この赤いね、このフォークじゃない、リム、うん、あとはこのラインですね、赤のライン、赤のシート、はい、いいですね、統一感あって女子バイクって感じですね、女子ハーレーって感じですね、はい、そして赤といえば、カメラマンが追いついてこない、おけんけんさんのはやぶさですね、そして最近後期の前期のはやぶさに後期の、なんて言ったんですか、リアセクション、うん、カウル周りを、うん、つけたって、そしてこの色自体、塗装はおけんけんさんが塗装しました。ただこの色の調合をしたのは黒の僕じゃないです。それは違います。はい、あ、それは自分の勘違い。僕はクリアを提供しただけです。なので、あの、間違えた情報を、やろうとするとこういう感じになります。そして B さんですね、 B さんなんとスポーツスターにバイク変わりました。変わってないです。変わってないですね。はい、はい、あの、適当な、ま、嘘情報ですね。またやったら、また言ったね、これ。あの、適当なこと言っちゃうと、ちなみに自分はスポーツスター2です。なので、ちょっとカメラアップしても。これはバンス缶ですね。はい。ショート缶。バンス缶のショート缶の、弱点、一つあるとしたら、ここですね。これは、日本仕様のフーリーです、この周りが黄色になっているのは実はこのショート缶の排気ガスです。それがいい塩梅にこのゴールドにちょっとこう、いじったようになってますが、これはただの排気ガスの汚れです。そうなんだ。そうです。知らなんだ。あ、知らなんだ。これも何も気にしてなかった。いや、これ普通に洗うとアルミ地、はい、うん、ただ、そう、ショートみたいな俺のほらダブル最高ガンマフラー、うん、あれもショートでこれ作った時は勝手にゴールドの、あとここもゴールドになります。もともとはゴールドじゃないです。そんな感じで、なんかいつの間にかあんまり B さんがあの黄色いスクーター、はい、あれとかのイメージがあって、ついでに回ってもらうと、これ自分が欲しいやつです。スカルコレクションのガソリンキャップですね、はい、ただキーはついてないです。キーはないですね。正直キーはいらないと思う。うんうん、あの、自分のはたまたま新しくロードスターなんでキーがついてる仕様になります。絶対キーなくしますからね。あと、ああ、出かけた時忘れますからね。うん、あと、だってさっき財布なくしてたでしょ。財布なくしてあのすごい大騒ぎしたら、あの、トイレにありました。トイレに普通にボコったら、ただここのお客さんはね、いい人なんで、そういうのを見たとしてもスルーですね、はい、あとはちょっと細かいところで、これちょっと撮ってもらいたいかな、はい、B さんの B は実は8ではないんだよね。違います、はい、でも B です。はい、はい、何のあれも面白い部分がなかったんですが、はい、こんな感じ。スポーツスター、これはスカルコレクションですね。あの、自分と同じやつで、スカルコレクションも2種類、 もっと黒いタイプとブラックタイプと、これと歯に、この歯の部分に、何て言うんだろう、あれ、なんかこう、キラキラしてるのがついてるのもあるの。へ、うん、それは知らないです、うん、それちょっと好きじゃない、ごめんなさい、つけてる人いたらごめんなさい。でも自分はこれ、2号機の時から3号機まで引き継いでます。そしてこちらのもスカルコレクションハーレーの、はい、そして B さんがここも取ってよってやってる、はい、ここですね、アクセルシャフトのカバーですね、はい、のスカルコレクション、はい、ハーレーのいいところっていうのはもうとてつもないいろんなコレクション、分かりやすく言えばオプションパーツですね。だから自分で好きなだけオプションパーツ、付けられます。だからもし、新車なんかで買ったとして、
ローンを組もうっていうもんなら、気づけばオプションパーツ30万円分ぐらいつけてましたっていうのもザラにあります。それだけ、ハーレーの純正の、カスタムパーツは魅力的です。はい、あとは結構、これは充電？そうですね、これはあのヒーテックの、あ、ヒーテックのやつなんだ。あのテンダー、バッテリーテンダー、バッテリーテンダーの、バッテリーテンダーの、あ、そういうの、そうそう、へえ、山ですが売ってるんです。便利なの。これ普通がテンダーで使ってるものを変換してヒーテックに使えるように。おー、すごい、それはすごい、うん、へえ、知らなかった。で、自分もこれ買ったんで、はい、今日は試運転があってだ、はい、ボビーに来てみました。はい、あったかかった、あったかかった、暑かったです。はい、へえ、俺の使ってるチャイナとは大違いだ。へえ、こんな形になってます。知らない人からすれば本当へえっていうような感じになる。半平ぐらい、うん、俺5平ぐらい言ったかもしれない。いいな、まあ、こっちから楽しいですか？楽しいですね。で、僕これなんで買ったかっていうと、なんかゴリスコさんスポーツスターミーティングっていうのが、なんか開くっていうことを耳に挟みまして、これやっぱりスポーツスターミーティングなんで、スポーツスター乗らないとちょっといけないかなと思ってちょっと買ってみたわけなんですよ。はい、いつなんですかね。ねえ。いや、関東スポーツスターミーティングはゴリが引き継ぎます。ただ自分は主催者なので、今コロナが流行してますね、もちろん。なのでいろいろ主催者としては考えるものがあって、とにかく一旦コロナのせいにしといて自分のバイクをカスタムすると。でやっぱりみんなが見たいのはゴリスターの完成版、やっぱり不完全なままこのスポーツスターミーティングをやっちゃうと、はい、ね、なんか前回なんかリュックにナンバーつけてなんか参上した人がいるっていう話も聞いたんですけど、まさか違いますよね。いや、ちょっとなんか私もちょっと小耳に挟んだぐらいなんて分かんない話なんですけど、はい、これ下に字幕で動画を参照かな。今年はなんか今年来年ぐらいに開かれるんですかね。ワクチンできてから早くしてみないと自分もスポーツスターなくなっちゃうかもしれないけど、なんか早めにしてもらえたらななんて考えてる次第ではあります。はいはいはい、ナンバーショってミーティングに行った男です。ちなみには多分2年前ですね。前回はゴリスターで一応行きました。行ってすぐにここに初めて来たんかな。はい、ブラックの時代ですね、ゴリスターが、ゴリが、お金なくてね、はい、それに比べたら今のゴリはお金があります。実は車検代もまだ取ってあります。ただ今は、車検のことを考えるよりはとにかくそのお金、どうせ8万円車検代に出すんだったら8万円分のカスタムをしたいんです。そして誰もが自分のバイクを見てスポーツ乗りがやっぱゴリスポのすげえなって、こんなバイクを作り出せるんだって。でも8万円なくなってね、その車検代で後で騒がなきゃいいかな、またナンバーぶら下げていくのかなこの人はなんて思ったり、またちょっと一末の不安を残している。仮ナンバーもありますからね。あ、そうですね。まあ一末の不安はあるかもしれないけど、まあ、ぜひちょっと開催してもらって自分もちょっと参加させていただけたらと思ってはおります。はい、はい、ちなみにそうですね、集合場所は大洗の大洗駐車場、大洗海岸の駐車場、うん、それは決まってます、うん、はい、あと実は12月になればボーナスが出ます、うん、そしてありがたいことに今自分は、コロナの影響を受けずに、ものすごいいい売り上げ会社出してます。なのでボーナスは鉄板です。12月に 100% ボーナス出ます。ごちそうさまです。ごちそうさまです。で、スポーツスターミーティングの話に話戻しますね。これは必ずやれたら大丈夫です。もう自分が引き継ぐっていうか自分しかいないです。でちなみにこれだけのこと言っても、実際本当にスタッフたち、今まで一生懸命頑張ってくれてたスポーツスターミーティングを支えてくれたスタッフたち、誰も自分に突っ込むものはいません、ついでに言わせていただければ、
スタッフたちはみんな自分のことを知ってます。逆言えばやつだったら引き継いで長いな。いつやるか教えていただいて。春かな春なのかな、まあね、次第っていう形になるかと思うんですけど、いや、あの車検終わったらすぐやるんですか。はい、だから一応検温は必ず朝すること、熱がある人は来ないでください。あとはやっぱり気になる方はマスク着用ですね。はい、はい、あとは顔出し OK の方、顔が出し嫌な方はマスクかなんかしてください。自分側では編集しません、ね、はい、後からあの顔出し嫌だから切ってくださいって言ってもそれにはお答えしません。ナンバーはナンバー出しも大丈夫。ナンバー気になる人は自分でナンバー隠してください。ね、はい、うん、それは自分のことは自分で守ってください。はい、自分が動画を撮ってナンバー出されたくなかったのにっていう方がいたとしたら、最初から自分ナンバー隠しをしてしまえばいいだけなんで、まあ、そういった等々条件ですね。はい、あとは関東スポーツスターミーティングです。あくまでスポーツスターを主とした集まりです。もしくは夫婦で片っぽがスポーツスターを乗ってる、片っぽが違うハーレーを乗ってる、これはありです。あと、はい、詳細はこの辺で、まあ話ね、よく喋ったね。そうですね、はい、じゃあそんな感じで B さんでした。Thank you。